CJ 総合の皆様、こんにちは。神谷総平です。本日から始まります新番組、名物講演の内容を10分で学ぼう、日本政策学校のすすめをお送りしていきたいと思います。ちょっと長いタイトルですけれども、講師は日本政策学校の加藤さんにお願いしています。加藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。加藤と申します。よろしくお願いします。お願いします。神谷はすっかりですね、はい、日本政策学校の手先になったんじゃないかと言われそうな番組タイトルですけれども、もともとね、飲み会で知り合いまして、そうなんですよ、はい、私がある会で講演した後、ね、来てくださってて、そうなんです、飲み会で意気投合して、そうなんです。で、年がおいつでしたっけ。私今33です。33歳、はいはい、ということで57年56年ですね。56年前ですね、はい、まあ、私とそんなに年も違わなくて、で結構ね、なんかこう話が盛り上がって、そうなんですよ、ね、俺はなんかやりましょうよっていうことで、そうそうそう、9月にね、一回イベントを、ね、はい、日本政策学校×龍馬プロジェクトで、はいはい、やらせていただいて、やらせていただいて、ね、非常にちょっと YouTube に動画上がってるんですけど、ぶっちゃけすぎたなと、ね、後々聞き直して反省みたいな、ね、そう、私も反省でしたそうなんですか。加藤さんはそんなに責めてなかったと思うんですか。結構反省反省どの辺反省しちゃったんですか。私ちょっと選挙コンサルチックなこともちょっとだけやってるんですよ、はいはい、で、あの時に選挙コンサルはほらポスターとか作ってるんだけど、はい、本当はそういうのが意味がないというか、はい、やりたくない的なことを言っちゃったっぽいんですよ。あ、言ってた、言ってた。あ、それ僕突っ込んでましたね、うん、それ言って大丈夫なんですか。そう本当にダメだったっぽいいや、まあ個人のね、そうそうそう、あれですから、でも僕なんかも自分で作りますけど、でもやっぱりそういうコンサルの人が作ったポスターってやっぱり違うなと、うん、正直負けてるなと思う時ありますよ、ねね、うん、やっぱデザイン性とかね、はい、結構ね違いますもんね、みんなね。あと色もね、選び方も上手だし、本当に上手な人が作ればいらないですけど、下手な人が作るぐらいだったらもう任せた方が絶対いいのが作れますよ ね、うん、ね、いいですよね。そう、はい、私もそう思います。というだから、まあ加藤さん目が肥えてるんでそう見えちゃうというふうにフォローしておきますありがとうございます、はい、ということで、まあ、そもそもじゃあ日本政策学校って何なんですか、はい、っていうところをまずお話を聞きたいと思うんですけど、はいはい、まあ、今回はですね、日本政策学校でやってる講演内容をお話しいただくということなんですが、はい、日本政策学校っていうのはいつできて何をしてるのかっていうことをちょっと教えてください、はい、もともと2011年の11月にできてましてですね、はい、要は震災があった年なんですね、はい、もともと学長が実は今野というものがおりまして、はい、で震災の時に日本ってすごいこう世界から称賛されたじゃないですか、はい、ちゃんとおじいちゃんもおばあちゃんも子どもたちも配給並ぶし、で、ね、困ってる人助けるし、はい、でも政治の世界だけはちょっとおかしかったよねと、うん、要は原発のちょっと問題とか、はい、まあ、メルトダウンしてるけどメルトダウンしてないみたいな話もあったりとか中で、やっぱりその民間が素晴らしいんだから、それを政治の世界に、要はちょっとでもそういう人材を輩出していけば、うん、より政治も良くなって、はい、最後日本が全て良くなるんじゃないかという意味で、そのハブになろうというふうに作られた学校ですと、はい、で特徴としては3つあってですね、はい、まあ、これから講師陣の話もさせていただくんですけども、うん、基本的にはその主義主張を超えてというところを、うん、まあ、一つのポイントにしておりまして、はい、要は自民党から共産党前の方が来られますという、うん、はい、本当に自民党から共産党前に来たんですよ、はい、大体そうね、来ない党とか結構あったりするんですけど、はい、そこは平行の場合はいろんな方に来ていただいて、うん、で受講生もいろんな話を聞けますと、はい、なのでそれこそ今あんまり好きじゃないですけど、右から左前ってよく言いますけども、はいはい、やっぱりそういうイデオロギーが違う人たちの話を聞いて、うん、受講生がそこから学びを得ていくというところが一つ特徴ですね、はい、でもう一つはオンラインですとか、まあ、今日も撮影ですけども、はい、e ラーニング的なことをやっていますんで、はい、要は民間の人ってなかなか忙しいじゃないですか、はい、でも働きながら学べる場としてですね、授業に来れなくても後からオンラインで見ることもできるっていう設備も用意してますと、はい、うん、であとは人材ですよね、はい、やっぱりこう政治に関心のある人っていうのがいっぱい集まってきて、うん、はい、神谷さんも議員になられる前とかもいろんな、まあ、民間とかスーパーやられてたってことだったんですけど、はいはい、なかなか政治のことを話す場ってないじゃないですか、ないですね、民間で、うん、でそこでこの学校ってやっぱ政治関心のある人が集まってくるので、はい、うん、やっぱそういうところで政治の主張ができると、はい、同級生同士で、はい、でもしくはこう前でも龍馬さんとやらせていただきましたけども、うん、こういう団体さんといろんな交流があるので、はい、そこでもまた価値観を高められるというのが平行の大きな特徴かなというふうに思いますね。で3年間普段の活動は、まあ、講師を呼んでの勉強会、そうです、そうです、水曜の19時からから、はい、土曜の14時からをメインにして、はい、まあ、政治家の先生ですとか、うん、有識者の方とか来ていただいて勉強会をやってるというのがメインですね、はいはい、
で、それは通年で皆さん受講されるんですか？そうです、1年間になります、はい、単発でも行けるのもあるんですか？あります、あります、はい、単発でも最近は、まあ、1回5000円という形で受講生以外の方も受け入れる講座もあります、はい、うん、なるほど、はあはあ、そうか、受講生しかダメなのもある、まあ、あります。そのなんかこう講演以外には何か勉強は、あとですね、ディベート講義っていうのをやっていたりですとか、はい、あとは現場視察って形で、はい、実際にその児童養護施設ですとか、はいはい、船橋市役所ですとか、そういうところに行って実際に市の職員の方、もしくは現場でいろいろ作業をやられている方の話を聞いて、そこから政策を学ぶってところと、もう一つ政策学校って名前なので、その政策のプロセス、できるプロセスですとか、例えば議員さんと一般質問とかされるじゃないですか、はい、でも本当の普段社会人やられている方って一般質問で何かすらわからないじゃないですか、はい、そういうところの基礎を教えていくってこともやってますね、はい、なるほど、なるほど、はい、なんか限りなくなんか龍馬プロジェクトと近いことをやってらっしゃるんだなと、ね、そうなんです、思いました ね、 ね、はい、もうちょっと早く会ってたら僕もそこでやってたかもしれないです ね、 ね、 ね、はい、そうですね、僕たちは身近に、まあ、大阪だったんで、はい、そういうのがなかったんで作ろうと思って、はいはいはい、でもなんか政治団体でそういうことやってるのがなかったんですよ、ので、まあ、自分たち独自の活動やって、うん、まあ、主に我々もそうやって勉強したりとか視察行ったりとか、うん、まあ、あとスピーチじゃないや、なんだ、プレゼン講習やったり、うん、はい、選挙セミナーやったり、はい、っていうことなんで、はい、選挙セミナーもね、やられてますし、やってます、やってます。なんか同じ、まあ別にね、だからライバルということじゃなくて、うん、まあいろんなそういう機会が多様性を持って増えてくることはいいと思いますなので、まあ、ですからこうやって、あの、お互いに意見交換しましょうと。ですから私なんかも龍馬プロジェクトっていう政治団体やってるんで、うん、まあよく色付けとしては、まあこの間も話しましたけど、右だ右だって言われて、はいはい、まあ実際僕自身、それは皇室は大事だと思ってるし、うん、まあ、日の丸に対してなんだあれだし、まあ憲法は改正した方がいいと思ってると。うん、まあ、そういうことだから、まあ、それを右というならば右かもしれないですけど、うんうん、でも別に例えば原発の問題っていうのも別に僕原発どんどん回せばいいとかとは思っていなくて、うん、今あるものは使えばいいけど、うん、でも徐々に減らしていくべきだとか、うん、そういう考え方もあると、なんかじゃあお前左かっていう話になってくるのでね、なんか変なイデオロギーの色付けって意味がないよねっていうところもなんとなく一致していて、でもそれでもどうしても、まあ、よく俗に言う右寄り保守系の先生の話を聞く機会が多いので、うん、私なんかするとこういう番組の中で、加藤さんを通じてですけど、はいはい、まあ、いろんな先生がおっしゃってたこととかポイントの話を聞けると私もいいし、あの、ただ私一人勉強するのももったいないんでじゃあ、視聴者の皆さんと一緒になんかそういう話を聞いていければいいねということで、まあ、政策学校で、講演をしてくださった、うん、先生方はですね、うん、まあ、その中身にまあ著作権みたいなのがないとして、はい、ないと思います、はい、大丈夫です、はい、あの、皆さんのポイント、お話のね、多分1時間2時間半された中でこうポイントをつまんで説明していただいて、はいはい、まあ、それに対して私なりのまあ質問をぶつけて、はい、より皆さんにこう、あ、なるほどねと、そういう考え方とか、はい、そういう政策もあるんだねっていうことを知ってもらおう、うん、そして、まあ、できれば、まあ、これがグランドストラテジー、チャンネルグランドストラテジーの趣旨なんですけど、うん、まあ、日本の特に若い世代の人たちに日本の未来、だから日本の将来戦略というかビジョンを考えてほしいなというところに結びつけていただくと、うんうん、ね、素晴らしい、はい、ぜひと思いますので、はい、まあ、今週は紹介になりますけども、次週から具体的に、はい、講師の先生、あんな人やこんな人、はい、ね、あの、CGS の視聴者が見たら何っていう人も出てくるかもしれませんがそうですね、まあ、そこもですね、あの、イデオロギーや政策に偏らずということなので、はい、まあ、いろんな人の話を、あの、かいつまんでポイント絞って聞いていきたいということなので、はい、ぜひですね、皆さんこちらの番組も期待していただいて、見ていただければなというふうに思います、はい、ではまた次回もよろしくお願いします。